はい、こんにちは。それじゃあ続きやっていきましょう。ドラゴンクエスト11。ですね。アイテムを集めてきていますので、まずそれを消化していこうと思っております。で、これ。ここかな？あ、そう、リッカの宿屋の、あれ、なんだっけ、なんかサマディにあったんだよ。騎士道のなんとかみたいなやつ。それを拾ってきたんで、まずこれを、リッカに渡そう。じゃあ、こっちのルイダさんかな？はい。王たるものを渡した。まさに私が求めていた本。読ませてみましょう。どうかな？王はいかなる時も自分を見失ってはいけない。王とは民の父。父として誇りを失ってはいけない。父が誇りを失えば子は悲しむ。子を悲しませる父に王としての資格なし。どうだこれ。父が誇りを失えば子は悲しむか。どうで私の誇りはお客様を笑顔で迎え入れること。その誇りを失ったらお客様は悲しむわ。お、こんなんで私治るんだ。いや、こんなんて失礼か。見てあげて、はい。はい。あ、もうこんなんでいいんだ。少女の笑顔を取り戻すなんて、あなたには小さな出来事かもしれないけど、立花のはみんなを笑顔にする。え、特別な笑顔なの？あれ？元気にする？ああ。はいはい。あ、今の本で響いたんだ。ちょろいとか思っちゃダメだよな。うん。何が響くかは人それぞれだもんな。うん。があるかどうかなんてどうでもいいことだったわ。お、治った？あ、これアイテムか。あ、なんか開いてる。いいの売ってるかな。あ、神の踊り子の服とか、これ着ぐるみ系でしょ。伝説の目だ。どうしようかな。とりあえず今はいっか。うん。どっちにしろ今着替えたところでわかんねえしな、3D だから。で、9が修復完了と。あれ？ 10 ってなんだっけ？まあ、いっか。とりあえず、次行こう。で、次が8の、8じゃねえ、7の、楽器を直そうと。ここまではね、覚えててやったんだよ。はい、持ってきました。うん。こっちか？はい。あ、そう、トンヌラは？王女から探そう。あ、どこ行ったんだっけ？はい。うん。なんて美しいのかしら？大地のトゥーラの弦を張り替えることができる。幸せの靴か。この後どうする？どうする？うん。あ、あれね。ライラだっけ？子孫か。子供ではないが、じきの。で、治ると。で、トンヌラと、ワンはなんかクリアした後みたいな、こっちの世界で平和を作った後って言われたし、ダーマ神殿のアイテムって、あ、渡そうってなって、渡してないんかな。ジェシカと同じで。もう一回話しかければいけるんかね。あ、俺の世界に乙女が集う場所ね。なるほど。こっちの過去の世界じゃなくて、ロトゼタシアの方か。オッケーオッケー。で、トンヌラは？トンヌラはどこ行ったんだ？ユーバールド行くか。なんか言ってたもんな。
なんとかのみたいな。なんだっけ、なんとかの大地みたいな。うん。パデキアの洞窟。パデキア？パデキアの洞窟。つながってんの、この世界。8と2って。パデキア？パデキアの洞窟？パッとわからんな。神々の間、あ、そうだ、なんかネクロゴンドの洞窟で、ネクロゴンドのなんとかにも、なんとか、みたいな。バラモス、その後のバラモス城でいいんかな。こっち行ってみるか。バラモスを倒した後の、ネクロゴンドのこっちにも、どうのこうのみたいなのがあった気がするんだけど、これな、亀、あ、北の奥の木々の隙間、そうか、これ行ってみよう。オフェロス、亀、亀、亀、北の木々、もっと奥か。これ以上行けねえな。ってことはあっちまで行かんとダメか。あとなんだっけ。あともう一個なんかあったんだよな。やべえ、パッと思い出せんな。なんだっけな。ね、パルキアの洞窟？パルディアの洞窟？どこだ？マジで、ん？あれ、これどうやって行くんだ？こっちで当てんのか？宝箱じゃなかった？だよな。あれ、やべえ。クリアしたのに忘れちゃった。こっちか？こっちじゃないな。あ、いや、こっちか。こうか。あれ？あれ？どうやって行くんだ？ん？下から上がってくるのか。あ、俺一週間前に一週間ぐらい前にクリアしたのに覚えてねえな。あ、こうか。こうか、こうか。こっちか。で、こうね。オッケーオッケー。で、北の木。ん？あれ？こっちか。ん？合ってんのか、これ。いや、合ってるか。あ、うん、合ってるな。よし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 。オッケーオッケー。あ、いじめられてる。浦島太郎じゃん。亀様。じっと痛みに耐えてる。調べたところ、こいつは乗り物らしいですぜ。きっとすげえところに連れてってくれますぜ。おほほ。はい。すっごい人ですね。15分、やばいですが、私たちが相手になります。ボコボコにしてやるよ。ギガブレイクとか使っちゃうもんね。で、イオグランで、インファーストする？まあ、やってみる？レディーファーストイオグランでしとく？もうこれ、そんな強いかな。呪い！死の呪い？何死の呪いって。これ何やってくれてんの、お前。あ、ナイスガード。ちょっと。ちょっと、なんでそんなことすんの？もう、なんか、ことごとく狙われるな。起き上がってくれ。こいつらあれだな、こっちのパーティーのメイン火力が誰か分かってるな。あぶね、魔法カンタとか唱えるの？弾いた。待てよ。魔法カンタ唱えるんだったら、エアゾーマをシャーマンにするから、多分こいつ呪い使ったでしょ。で、
ハッスルダンス、ハッスルダンス、ミオたち。あ、もうちょっとやめろ。誰が呪いかけてるんだ。悪魔神官か。こいつは、うん、多分魔法カンタついてないもんな。みんな魔法カンタ使ってくるな。倒せねえかな。あ、たたたた、グレイグ頑張ってくれ。いや、結構硬えな。ギガブレイク、バイキルと、もう一丁ハッスルダンスしとくか。次、ゾーンにみんな入ってる。なんそのなんか、ゾーンヒッチ覚えてんのみんな。硬えな、こいつら。めちゃめちゃ硬いんだが。どうなってるんだ。ギガブレイクでいいか。こうなるとな、今何もできんから。防御しとくか。もうなんか倒せそうな気がするんだよな。多分。もう倒せる気がするんだよな。あと一発ぐらいで。クロスメラゾーマ。あ、グレイグがガードしてくれた。やべ、勝てー。オッケー。 あと一匹だ。剣の舞、もう全員攻撃倒せるでしょこれ。いけいけ。あー、お前が呪いかけてたんかシャーマン。よしお前強えな。レベル上がってる。なんか強かったな。思った以上に硬かった。おのれ、エテネ村の神をさらえば。レンダー社の勇者に手を貸す者。これが天の勇者かな。なんだっけ、アンルシール姫、勇者姫みたいな。あ。どうすか、感謝するぞ。千年の歴史を振り返っても、一度だってなかったことなのだ。アバ様。アバ様っつうのは、どういう人なんだろう。幼い、村巫女みたいな。どう、亀様。あ、亀様は喋るわけじゃねえんだ。なんか、助かったぞい、みたいな。なるほどな。じゃあ、一回帰るか。で、もう一個なんだっけ。こっちの神々の間、ロンタルキアじゃなくてパルディアの洞窟。うん、これ銀の盾が取ってた。銀の盾ごと。銀の盾ごとってどこだろう。あれは大地のトゥーラだし、ロンダル、パルキアの洞窟。パルキアの洞窟。やべ、わかんねえ。ロザリーの、あ、でもパデキアの洞窟ある。ここか。銀の盾ごと。ちょっと待てよ。考えよう。あ、まず、エイトには銀の盾ごとってあったっけ？8に銀の盾ごと、なんか、セブンは、ユパールと、どこだっけ？あ、それカラーストーンか。カラーストーンの洞窟だから、多分違う。で、8はトヘロン城とラパンハウスだから、多分違う。セブン、8、
こにあるんだ。6が、天魔の塔、ライフコッド、なんだっけ。あ、ダーマ神殿か。あったからって銀の盾ごとなんて。あ、ここじゃないのか。あの宝箱を開ければいいのか。で、まず1個開ける。一食い箱。あ、あら、そうだった。待てよ。銀の盾ごとってどこだ。3にあったのかな。でも3ってバロモス城と実家だから多分違う。5。主人公の村、ルドマン。あと1個なんだっけ。ああ、もうわかんない。ワンから行こう。わかんないからワンから行こう。どこ？どこか。あ、違う、これパデキアの種だ。ってことは、どこだ？あの真ん中のとこかな。ワンからもう一個わかんねえや。これどこに行くんだ？ん？ちょっと押してみるか。あ、アリーナがいる。ねえ、さえ。マルトリアの王子、そう。そう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 。サントハイムの王女。あ、そうだね。王女ってらしいな。サンタローズ。幽霊みたいにスーッと消えた。次行こう。サンタローズ。サンタローズってどこだっけ？サンタローズ？こうかな？こうだっけ？違うわ。サンタローズってどこだっけ？あれ？あれ？サンタローズ？サンタローズ？サンタローズ？なんか？いや、違うな。8と違う。5か。5の故郷か。そうだな。5の故郷だな。てか、あのトンドラも結構あっちこっち行くな、もう。パパスに話しかければいいよ。サンチョかな。パパスかな。パパスで行くか。とりあえずパパスに話しかけよう。どう？うん。あ、ダメだ。あ、はい。たか？高齢者の王族。グランバニアの子。なんか、多いな。迷いの森へ行く。迷いの森ってことは、4か。4、ん？ 4 だよね。あの4の、妖精の住む森とか、なんとかが。迷いの森。あれ？ 4 じゃなかったか。あれ、どこだ？あ、やべ、もうなんか、あ、5か。やべ、もう、記憶ぐっちゃぐちゃだ。もうあいつどこ行くんだよ。もういいじゃん、トンドラ。ドワーフ。うん。見えなかったのか、成長した。あ、なるほどね。そういう風に考えることもできると。この、妖精が見えるっていうのは素晴らしいけど、見えなければ見えなかったで、あの、それは自分が成長したと。お、言った、トンドラ。お、まあ、探したぞ。老齢者の王子では？違う、王族の方だけど、老齢者の王子ではない。ユグノアの王子。王子ばっかいるな。うん。お、はい。そうか、世界が違うから探しても仕方がないよな。これでサマルトリアの国に行こう。
で、2も終わりと。はい。で、俺の、その、ロトゼタシアに、乙女が集う図書館。乙女が集う図書館。害、あの、多分弱いでしょ、これ。後の血を受けたもの。乙女の国。うん。頑張ってな。ムーンブルクの王女は犬になってるけど、今。ワンから行くか、銀の盾ごと、わからん。まあでも、そのクエストを受けてから、あれ、行ったところは除外できるから、ラパンハウスとか、その辺は、除外できるな。で、おじいちゃんの姿に化けてるって言ってたから、なんか、じじいっぽ、銀の盾ごとってさ、あ、違うか。あの、銀融詩人、ガラエが作ったって言ってるから、銀融詩人は銀の盾ごとを持ってるんじゃないの？銀融詩人だけにさ。リセント。あ、銀の盾ごとって言ってる！ガラエの墓。あ、いるんじゃない？勇者、ロトの、なんとか、みたいな。あ、いるかな？進めない。あれ？なんか、ジジイの姿、あ、これ、どこから？ジジイの姿って言ってなかったっけ？だから、いきなり当たりか？お前じゃね？いや、お前だ。先生を邪魔しろって言われたんだよん。ワチと戦ってみるよん。ボコボコにしてやるわ、お前。一人じゃねえか。メラガイア、アイキルと、ニオダチと。いけ。530。お、子供はしてる。乙女の街ってどこだろう？あったかな？あ、終わった。弱。乙女が集う？そんな。あ。消えた、倒した、リレミと、あ、ダメなんだ。ダンジョン扱いじゃないのか。じゃあ、変えるか。で、神々が、まあ、まんー、なんか、時間微妙だな。今回、ちょっと早いけど、その、乙女の、ところ行って、ダーマ神殿を救うと、多分ワン以外は全部終わると思うんだよ。で、ワンってなんかこっちの世界のロトゼタシアを平和にしてから来ようって言ってたから、こっちの世界でそのロトゼタシアを平和にしてからみたいなこと言ってたから、多分ニズゼルファを倒さないといけないと思うんだよ。だから今回は乙女のそのアイテムを見つけて、一回休んでっか。ほんで、ロトゼタシア、ん？チェネア。ダーマ神殿を戻したら終わりにしよう。多分ちょっと早いけど。ほんで、次回、いよいよ、挑んでみようかなと。ニズ・ゼルファーに。長かったけど、このゾットへの旅も。そうしよう。そんで、幸せになろう。すべて、竜王かな、わからんけど、倒して、幸せになろう。で、竜だな。乙女が集う。乙女が集う。
なんだろう。え？あ、メダル女学園じゃない？あ、絶対そうだ。あ、やばい。トイレしたい。やばい。もう終わるのに。お腹痛い。くそ。頑張れ、俺。メダル女学園の図書室、図書室だ。絶対そうだ。そんで、ラーマ神殿で願いを叶えると。図書室どこだ？図書室、あ、こっちだ。図書室、こっちだ。ここだ。あ、ここじゃない。間違えた。こっちだ。こっちじゃない。あれ？どこだ？ここか？あ、ここだ。ここのどっかにある。あ、たピチピチギャル白書。いや、エッチな本でよかったじゃん、これだったら。はい、帰ってきました。ですね、危なかったです。危ねえ。じゃあダーマ神殿に行きましょう。そんでとりあえず今回やることないもんね。終了だよな。あと、ここからニズゼルファ行くと時間的に怪しいし、ちょっと短いけど、今回はこの辺にしておこうかなと。まだダーマ神殿終わってないけどね、締めに行ったんだろう。はい。エッチな本でいいと思うんだけどな。うん。めね。なんと。すごい。なんという読み応え。じゃあ、興奮してしまったわい。これでご老人たちの望みは叶えられ、ラーマ神殿、息を吹き返すだろう、じゃろろ。うん。オッケー。これで、みんな、ピチピチギャルになれるよ。やったね。あ、順番待ちしてる。あれ？こいつらは、転生後じゃない？ボンキュッボンジャ。わしがパフパフしてやるぞ。勘弁じゃないよ。でも隙もねえな。うわ、もうこの世界終わってんな。次はわしじゃーって。ラーマ神殿の神官さんはいいこと言ってるのに。待って待っての。チピチギャルに、いや、パフパフはいいや。性別って変えれるの？ならんどく？みんなどう？あ、全然関係ないよ、言ってる。え？チピチギャルって、性別どうなるんだ？でも、ボンキュッボンって言ってるから、あれか。もう性別すらも、超越するんだ。すげえな。オッケー。じゃあ、今回この辺にしておきまして、次回。いよいよニズジェルファーと対峙しようと思います。まあ、向こうでいっか。強さとか見せようかなって思ったけど、まあいいや。そんじゃあまた次回お楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。